こちらでございます。バン、どうですか。どうもどうも、魚でございます。魚のマインクラフトじゃなくてヘイローなんですけど、このヘイローの、今回ねヘイロー5のフォージというね機能を使いましてね、あくまで個人戦クラフトメンバーのね3人のスキンの顔をね作っていこうと思います。フォージというのはですね、なんかマップにねなんか武器を置いたり乗り物を置いたりとか、あとなんかこういうね石とか、これ持ってんのかな、あ動かせるね。こういうやつをねこう自分でなんかね組み合わせてねマップを作ることができるモードなんですよね。でそのマップをね作って自分でルールを作って遊べるのがヘイロー5なんですね。今回こちらの機能を使いまして、スキンを作っていこうと思います。はい、ではねこれがなんかデフォルトのねそのなんかヘイローを作った会社の人が作ったマップなんですけど、ここではなくてどっかどこでもいいかな。あ、この辺空き地がありますね。この辺で作っていきましょう。まずはね僕のスキンから作っていきますか。どの辺までいけるのかな。結構マップ広いね、使える範囲が広いですね。まあこの辺でいいかな。適当にちょっと作っていきましょう。まずは僕のスキンがこちらですね。はい、こちらでございます。これを見ながらちょっと作っていこうか。なんだ、どれだろう。四角形をまず出さないとね。四角形、四角形、ブロック、高さ、長さで選んで、立方体か。立方体、あ、でかっ、でかすぎでしょ。これじゃダメだ。はい、20、20、20、ちょっと形が変だけどもうまあいいかな。このあれだな、上の面を使えばいいか。上の面をね、だからこれを持ちまして、これで回転できるんですけど、回転するときの、ね、角度をね自分で決めることができます。これで90度の回転、90度ごとの回転にしてやれば、これで90度ごとの回転になりますし、これをね40度ごとにしてやれば45度ごとの回転になったりすると、うん、やりやすい。で90度にして横に向けます。はい、でこれでなんだろう、オブジェクトのどれだ、プロパティ、これでメインの色を黒から肌色っぽいやつ、まずはね僕のスキンを作っていきます。肌色、肌色、どれだ、肌色あるかな、てかないかもね。前にねツイッターにはねあげたんですけどね、僕のねスキンを作ってみたんですよ。その時ね、あの直後にちょっと触ったらねバラバラになっちゃって、うん、めちゃくちゃになっちゃったんでね、また作り直していきます。肌色っぽいのあるかな、これかな。肌色に一番近そうなのがこれなんだよな。なんか血色悪いね、なんかねえかな。まあいいや、とりあえずやっていこう。でこれを、コピーが確かできたんだよね。コピー、複製、十字キー右長押しか、あ、できますね。でこれを適当にコピーして 8×8 で作っていくんで、まず8個並べましょう。 1,2,3,4,5,6、 もう2個か。はい、こうしたらこの画像を見るとここは赤になってるんで、これは色変えようか。こうしてこうか。ここ赤色に、口のね血吐いてるところ赤にしましょう。この辺かな、赤色ちょっと色が薄いね。この辺かな、うん。でこの上も赤色なんで、これを複製して持ち上げて、よいしょ、くっついたかな、どうだ、オッケーですね。で横も赤なんでこうしてやって、そしたら次が、黒色になると。黒色、口の部分ね作っていきます。ここでこのオブジェクトの色を黒色にしてやろう。黒色、黒色ありますね、この辺かな。でこれを複製して口3つと、でしたらこれを複製して上に持ってきてやって、はいね、ちょっと見ててわかると思うんですけど、なんかマグネット機能ってのがありまして、オブジェクトのなんだろうぴったり適当に置いてもねぴったりはまるように、こうなんかマグネットのようにこうぴったりはまってくれる機能があるんでね、適当に置いても今みたいにこうなんかずれててもピタッてオブジェクト同士がねくっついてくれます。これはねすごく作りやすい、うん、よいしょ。
何年か前 その10年近く前のね、ヘイローでもね、このマップを作るフォージの機能があったんですけどね、このマグネット機能がなかったんで、手作業でね、ぴったり集めるというかね、この合わせる必要があったんですよ。それが大変でしたね。ではこれで口部分が完成かな。ちょっとこの色がちょっと違うね。ちょっと色変えようか。ちょっとこだわってやれるだけやっていこう。ちょっと薄めの赤かな。どれだろう。ちょっとだけ色変えようか。こうしてね、こうしてなんかグラデーション効かせる感じ。ではちょっとサクッと作っていきます。よし、これで僕のスキンが完成ですね。お、結構うまくできたんじゃないの？どうですか？でね、このフォージモードなんですけど、ちょっと適当になんか足場を出したいな。構造物、床、こんぐらいでいいかな？このぐらいで。これ出しといて、この上に、なんだろう、実際のね、ヘイローのゲーム画面のね、この銃を持った状態でもね、すぐ移行することができるんでね。こんな感じ。すげえな。なかなかいいんじゃないの？ねえ。では、残り2人、作っていこうか。TK と KC か。でもって、これらをね、一気に全部選択して、移動させることも可能なんですが、前にね、この Twitter にこの画像を上げたときに失敗だったのが、回転ね、さしちゃったんで、回転させちゃうとね、このマグネットがなんか、誤作動というか、なんか位置がずれるみたいでね、一気に崩壊しちゃうんでね、その辺の注意が必要です。これでね、持つオブジェクトを選択して、こうしてね、こうして、なんかグループ作成ってあるじゃん。だこのグループ作成をしたら、動かせますね。すげえ。わかります？全部動いてる。すげえ。回転は？回転いけんじゃん、これ。これごと。面白い。すごいね。いいですね。これで僕の顔が自由に動かせます。だからこうやって、こうしてやって、こうしてね、この上で立っちゃえば、僕の上で戦うこともできると。こういうマップ？面白いね。へぇー。すごいなんか進化してる。過去のなんかフォージと比べて。すげえな。すごいやりやすい。いいね、フォージ。なんかマップ作ろう今度また。これ逆だね。反対だ。こうかな？これが正解かな？では TK と KC 作っていきますよ。ではカットして。はい。というわけで、あくまで個人戦クラフト3人のね、スキンの顔が完成しました。こちらでございます。バン！どうですか？完璧じゃないですかね。ちなみに画像を出してみると、こんな感じでございます。はい。どうですか？ちょっとこれ大きくできるかな、これね。こうしてやると完璧じゃないですか。ちょっと TK の顔がちょっと奥にあるんで変な感じがするんですが、こうしてね、ちょっと位置合わせてやってな。こうしてな。適当に。はい。どうですか？ねえ、位置ずれないかな？ねえ、色合いはね、ゲームが違うんでしゃあないんですけども、
結構再現できてるんじゃないですかね。なんか TK の顔がおかしいぞ、洗濯解除して、はい、こんな感じ。なかなかいい出来じゃないですかね。このねオブジェクト の複製機能が本当に優秀というか、なんかねこのマップを作る上であってほしい、コントローラー操作であってほしいものがね、なんかちゃんとある感じがするんで、簡単にね作ることができました。なんでこう床を出すじゃないですか。床を出して、でこれをね複製したいと、複製キーを押すとポンって出てきまして、でまたねこのマグネットが働いてるんでね、こうやってある程度近づけて置いてやればピタッとくっついてくれる。これがね本当にやりやすかった。マイクラ系のね再現はねかなりしやすいのかな、このヘイロー5ガーディアンズ、いかがだったでしょうか。今回はねこのヘイロー5のフォージというねマップを作る機能を使いまして、あくまで個人戦クラフト3人の顔を作ってみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。また会おう。